コラボス、大阪五十山。パオ。おはようございます、皆さん。時刻は9時になりました。今日はここ、じゃん。じゃん。樫船神社バス停にやってきております。JR 高槻駅を、もう誰もいないんでペロン、8時15分発のバスに乗車しまして、とことこ45分ほど揺られてこちらにやってまいりました。えらいとこまで来たね。はい、今日は大阪五十山、はい、コースは親玉から説明してもらいましょう。親玉出ました。はい、親玉どうぞ。何やったっけ、明神ヶ岳にまずここから行きます。はい、そこからポンポン山に向かいます。はい、そこから釈迦岳に向かいます。はい、そして島本町の方に降りて終わりです。はい、もうすでに気温は30度を超えております。果たしてどんな一日になるでしょうか。今日も元気に行ってみよう。おう、行ってみよう。噛んどるかな。来ましたね。兄貴えらい遠かったで、これ。ここしかし高槻市やで、まだ。なんかほんまとんでもない遠方まで来たような気になるね。駅からだいぶ遠ざかってきたけど、また駅に戻れるんかいね、これ。歩いて。ちょっと若干の不安があるね。いつもみたいになんか山崎、大山崎スタートとかやったら街って感じするんだけど、これなんかえらい遠くまで来てしまった感が。ね、見知らぬ土地ですわ。すごいいい匂いがするね。田舎のいい匂いがする。うん、あ、車来ました。ぼんやり歩いてきて、この道が左と分岐とか思ってたらこれです。ええんかっちゅうことやな、これ。頑張って行ってみましょう。きっと急なんやろなって、この入れてきたのを見て思ってましたが、やっぱりしょっぱなからめっちゃ急です。もうやけくそ。えらい暑いところに出てきました。なんか一気に標高を上げてきたね。うん、こっちから来れるんやな、神社。うん、こっちからも来れる。うん、なるほど。まっすぐ行って、だんだん右に寄ってくる感じ。どこででも歩けてしまうような道なんですけど、絶縁テープをね、しっかりマーキングしてもらえてるんで、割と、あ、こっち方面なんだなっていうのが分かりやすいですね。右ですね、右。踏み跡が薄いね。あんま人気ないのかな、こう。あ、しんど。出ました、第一しんど。
ちがいいんですけど、何分気温高すぎですね、これ。今日の予想最高気温は35度です。あ、今山の中やけど、体感でおそらく30はあるやろなって感じやね。はい。風があんまり吹かないんで、ちょっと暑く感じます。暑いです。あ、着いたんですか、これ。ああ、明神ヶ岳。三角点こっちって書いてある。はい、あ、あれだ、あれだ、あれ、あれ、あれ。イエーイ。時刻は9時35分、出発から36分で到着しました。ホラポス、撮ってるかちゃんと、はい、ホラポス、大阪五十山、第4山目、はい、来たち、明神ヶ岳登頂です、はい、あそこにありますね、明神ヶ岳って書いてますね。はい、1200メートル。なんとまさかの温度計付きです。うまい、523.4 メートル。あ、何、30度あると思った、まだなかったわ、27度かな。ああ。おもろいなこれ、うん、温度計、やりました、登頂です。展望はありません。ありません。そこが三角点です、見えてますね、はい、明神ヶ岳の案内があって、ここ中畑万寿峠 2.3 キロ、こっちの方面に進みます。はい、丹波パノラマ道です。丹波パノラマ道と言っております。なんでやねん。わあ、綺麗な縁道。あ、ちょっと涼しいね、うん、なんか27度の温度計を見たら涼しく感じだったね、うん、元気に。はい、ここは丹波パノラマ道です。これはちょっとおねすじで風が抜けていいね。風が抜けていいねって言っております。中で一番いい感じの道です。今日通ったってまだちょっとしか通ってませんけど。いやでもね、結構やぶこぎ風やったからね。ここいいよ、尾根筋。しかし本物巣だらけの道です。ここあんまり人通らへんらしいわ。うん、あ、やっとちょっと涼しいわ。気持ちいいね。木こかげないとやばいな、この気温は。この気温やばい、うん、はい、この道は間違いでした。引き返します。なんかピーが食べた時にあれと思って、なんかここ行くなって感じやろ。そうやな、これだで多分。ここ行ったらあかんの。ここにテープあるわ。そうやねん、なあ、そうやねん、これ行ったらあかんような気したい。そうよ、こんな感じでした。まあ、そこで金太郎の歌を歌ってます。テーマソングか、金太郎の歌。まあ、まあ、一発行った金太郎。おお、これ有名なバス停なんですよ、中畑回転所。何が有名な？いろんな人がそこを通過点にして。まあ、なぜ必ず踏むポイントなんや。大きいバス停なんや。うるさい。絶対大きいバス停ちゃう。13分、距離は3キロ。万寿峠通過しました。万寿峠通過しました、はい、今から中畑回転バス停に向かっております、はい、そこからポンポン山を目指します。はい、はい、時刻は10時19分中畑回転場へ来ました。これが有名な回転場らしいです。もうどう見ても回転できるよね。何が有名やねこれ。ここでバスがくるっと回転するみたいですね。あ、明神ヶ岳って書いてる。うまい、これ回転場、うん、巡礼鼓動やって。へえ、有名らしいです。
何が有名やねん。みんな山のあれにね、登山記録にここは通過したって書いてある。暑いですね。この日陰がないのがやばいね。稲はたくましいね。少々気温が変わってもね。あ、すごいね。見えるかな、トンボたくさん飛んでます。そして今日のやつじゃん、銀座西川食パン。腹減ったやな。銀座西川、おいしい、カステラみたい。昨日酔っ払った勢いで買って帰ります。一口サイズに切ってきました。はい、ずっと舗装路歩いております。ようやく木陰になりました。木陰、ビバ木陰。約200メートルですよ。ここからもう何台車、じゃあこっちなんだ、はい、はい、こう来ました、はい、でこれをクランクするように右に取ります。しかも半額。盛況弁当です。200円。400円の半額で200円。帯広急遽を終えまして11時16分になりました、はい、ここからポンポン山に向けて再スタートしたいと思います。ここ立派な休憩所なんですが、あいにくなんかは、西尾根ビール、最高でしたね、盛況弁当。盛況弁当最高やった。純吉弁当負けてるかも。いや、たまには人の作った味って食べたいよね。だからちゃんと酢の物は酢の物の味がしたしね、美味しかった。いい道やん。いい道やな。登りが始まるんです、はい、ここ明神ビュッと登って、はい、でまっすぐ来て、こっからいよいよきつい登りが始まります。こっからです、はい、でかっ。ここ足元注意。なんかちょっとポンポン山のイメージが変わるような感じですね。初めてのルートです。うん、西尾根ルートです。見えますかね、はいはい、あ、見えたね、うん、あと195m 上昇しなあかんくて、今の標高は407で、この山頂が670とか全部出るんですよ。便利。若干標高違ってるけどな、まあ微妙に誤差は出るけどね、まあでも大体の目安、あとこんぐらい登らなあかんのかっていうのが分かる。すごい、まだ190なんぼ登らなあかんのか。そういうことや。いえ、自分でくんどい。いえじゃない。振動森林浴エリアです。いいね、景色が。おめでとうじゃない、楽しいね。森林浴
もうだいぶ前からですけど疲れてきました。え、雪積もってる時に来たやろ。もうやっと見えてきました、ポンポン山、もうすぐそこです。行ってみよう。はい、大阪ポジューザくたびれ。到着12時25分関西百名山、大阪五十山、大阪五十山、改めタッチ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 やりました無事登頂しました。遠かったですね。 9.3 キロです。はい、10.3キロやりました。いや、あのいい道だったよ、うん、もうちょっとね、あの気温が低い時に来たらさらに快適かと思われますね。じゃーん、おお、いかがでしょうか。久々やな、ポンポン山。タイマー出ました。あ、もうちょっとあれやな、下からかな、こうかな2個いいじゃないですかね、うん、おお、書いてあるわ、うん、右だね。あと600m。あ、初めて釈迦だけ、釈迦が初めて。誰が？純ちゃん。ちゃうよ、楽しみ。あ、そうか、何遍来てるのほとんど、ね、初めてやわ聞いたことないね、そんな、あの何、元気のいい名前の山釈迦が畑や、ヤッホー。時刻は12時50分です、はい、あ、とりあえずタッチしましょうね、はい、タッチやりました。守られてます、三角で、はい、やりましたタッチ、はい、そしてここに説明書いてくださってるんですけれども、水瀬川の最上流地でお釈迦様がこの山を守っていたと言われており、万葉集にも数多くこの歌が読まれていますと。これで釈迦岳なんですね。釈迦岳やで、あ、失礼しました、釈迦岳、島本町で一番高い山だそうです。すごいね、由緒ある山なんだ。 10.8 キロです。はい、休憩します。はい、なんかいい感じのベンチですねこれはい、今日の目標三座終わりまして、下山します。はい、今13時08分です。みずさん今日えらい元気ですね。なんかいやー、バテてたんですけどね、はい、なんですかね、今日は栄養補給がうまくいったんですかね。オレンジジュースで内臓がうまいこと冷えの、はい、あの食パンと卵とチーズの組み合わせがなんか妙に元気を呼び起こしてくれてね、もりもり今から焼肉でもいけるくらいすごっ、こっちはバテバテです、うん、あーしんど。はい、これ左に行くと吉峰寺方面です。右に行くと大沢早尾神社。その下なんか書いてる、みなしけ通行できません。そうそう、そっち行かない。はい、13時19分。はい、13時19分、そこに分かりやすく書いてんな。こっちの方に折れたら大沢方面。はい、はい、ここは大杉、大杉どこにある？ A の14ポイントどれが A、 大杉と、あ、これちゃうか、これか、あー懐かしい、そうやそうや、これ何かあるの11.4 キロ、これです、これですね、これ見たことあります、覚えありますわ。はい、では大沢方面に下っていきましょう。ずっこけてスマホボロボロにしてはりますちょっと滑りました。え、こっちやな、あ、こっちやな、あ、こっち向いてしまいそうやけどな、うん、こうやな。うん、思い出したそうです、来たこと思い出したの
どこ行っても初めてやからね。あでもなんか、あめっちゃ覚えてるわこの風景。そうそう、雪化粧してたこの辺。まさかこんなとこから出てくるとはな。うん、あいやこれ登るのきつい思うわ。結構な急斜面やった。うん、でもそんな長いことないから。はあ、でも今日みたいな日暑いし、うん、風吹かへんからこの地形が。やったね。もう終わったようなもんです。うん。なんかそんな気がしてきたわ。はい。平和な道をのんびり歩いてます。うん。林道ですね。はい。でこっから車道に出て、もうあとはもう車道で駅を目指します。はい。山道はありません。今日は山道、山にももう入りません。はい。もうバテました。私は元気やで。あと20キロぐらい走れる。あ、ほか。はい。13時47分。じゃん、はい、こう降りてきました。舗装路に到着です。坂崎から 2.4 キロのとこですね、ここは。はい、今現在13キロです。こっち行くと早藤ですよ。はい。ついに下山成功。はい。いつも住んでる町がちっちゃくこう見下ろせるっていうのがこの山の醍醐味やね。おお、あんなにちっちゃく見えるって感じ。駅まであと7キロぐらいあります。のんびり行くよ。はい。柳谷道やって。かっこいい名前やね。この坂道を全部駅から駆け上らせようとしてたらしいですから、恐ろしい。違うで。ちゃうの。うん。山に入っていくつもりです。まあ、ちょっとは走らないなと思います。まあ、でも、行きしながすっごい登っていったから、山手を、うん。どうにかしてその駅に近づかなあかんからね。うん、ああ、しんど。ああ、すごい。すごいね。入りたいな。怖っ。うわ。めっちゃ入ってる。でもやつはフルチンで。めっちゃ入ってる川に。うわぁ、ええな、飛び込んでる。うわぁ、気持ちよさそう。はい、まもなく今日の旅も終わりに近づいて唯一の後悔は、さっきの川に入ったらよかったと思ってることです。めっちゃ暑い。こんな暑かったらもう乾いてるで、ここで。乾いてんよ。今度ああいうシチュエーションあったら絶対飛び込む。あんたズボン持っとったんかい。あ、短パン入ってんね。おお。いや、せやけどね、大人になるとね、そういう思い切りの良さよりもね、あそこから飛び込んだらどこから出てどのタイミングで靴下履こうかな、リュウちゃんも呼びたいけど荷物を持っといてもらわなあかんしなとかいろいろ考え出したらもうめんどくさくなってしまったんですよね。こういうのあれですね、大人になるって悲しいね。何も考えずにやっちゃいたいね、という反省でしたね。あの今日のコースは総じてね、あの向こうスタートこっちゴールでよかったんじゃないでしょうか。うん、そうやな。やばいとこやったで、これもう登山口でヘロヘロなってるで絶対。いやあのね、最初はちょっとね、あの明神ヶ岳に向かうまでがやぶこぎチックな道がちょっとあってね、あのどうなんねや今日一日と思ったんですけど、その後はあのまあ車道も挟みつつ分かりやすくいいおねコースで、うん、うん、私は全体的には満足でしたね。りょうじ監督どうでした。暑かったね、それ。暑いけど、まあ、暑いのは承知の上で出てきてるからね、まあ、34度にしてはよう走って頑張った方じゃないんでしょうか。はい、はい、やっぱこの、 あの鈴鹿ちゃんハットと夜景のおかげやなと私個人的には思ってます。はい、飲み水をたっぷり用意して、あの無理のないようにあの楽しく過ごしましょう。それでは皆さん、またね。はい、時刻は15時05分です。はい、
JR 島本駅に到着、ゴールです。22キロ少々ですね。21キロです。